与那ゴ駅。与那ゴ駅は、鳥取県与那ゴ市弥生町2番地にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本の駅である。与那ゴ市の中心駅であるほか、西日本旅客鉄道与那ゴ支社も同居しており、特急を含むすべての客扱い列車が停車する。また、ラインカラー協会駅でもあり、多くの列車の始発終着駅となっている。駅の正面には、JR ヨナステーションと、 大きな文字で描かれている。三陰、e、本線を所属線としており、当駅を起点とする、堺線を加えた二路線が乗り入れている。また、二駅隣の放機大線駅から分岐する、白尾線の列車も、運転系搭乗当駅を起点としており、事実上三路線四方向の列車が利用できる。また、堺線の駅としての愛称、ネズミ男駅が付与されている、口実。 当駅は管理駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、山陰本線の中、山口駅東山公園駅間、白尾線の上、岩見駅岸本駅間隔駅及び、境線内のすべての駅を管轄している。2018年6月現在、自動改札機設置駅である。その他、愛子家が利用できる、鳥取県の駅は東山公園駅。 大木大仙駅、根尾駅、生山駅のみである。かつては、日本貨物鉄道、JR 貨物の貨物駅もあり、山陰本線のみ、第二種鉄道事業免許を有していたが、2015年春のダイヤ改正以降に、貨物列車の乗り入れがなくなり、その後山陰本線の事業免許も廃止されたため、貨物駅も廃止となった。2016年2月より、当駅から、 山陰本線鳥取方面には A の路線記号と鳥取二十世紀なしをイメージした黄緑のラインカラーが松江、出雲市方面には B の路線記号と日本海と新宿の夕日をイメージした朱色、のラインカラーが白尾線に意味、岡山方面には V の路線記号とラインカラーは緑色が、そして堺線堺港方面のラインカラーは 日本海の海の色をイメージする青色記号は C の路線記号がそれぞれ導入されている。ただし、当駅の運賃表にはラインカラーが導入されていない。事務官コードは64万728を使用している。1926年から1938年には路面電車のヨナゴ電車軌道が駅前に年から年には 鉄道路線の発祥次電鉄線が駅付近にあった米子市駅よりそれぞれ発着していた。島式ホーム3面6線を有する地上駅。1番乗り場は駅舎に面しており、境線専用の0番乗り場。0番乗り場は1番乗り場ホームの東側の切り欠き部にある。2.3番乗り場と4.5番乗り場とは、古線橋で連絡している。かつては1番乗り場と2番乗り場の間に、 ホームのない抽選があり、ひまわしや貨物列車の退避、通過に使用されたほか、後藤総合車両所へ向かう列車が退避、発車していた。配線上では1番乗り場が山陰上り本線、2番乗り場が山陰下り本線となっており、特急列車は一部の例外を除いて、これらのホームに発着する。2番乗り場からは、放置台線方面への折り返しができるようになっている。一方、 1>, 1番乗り場からは、松江方面への発車はできない、出発信号機がないため、山陰本線、倉吉、鳥取方面と堺線、堺港方面を直通運転する列車は、山陰本線ホームに発着し、スイッチバックを行う。安木方面からの列車が、当駅の2から5番乗り場に進入する際に、下り線上を横断する場合と、3から5番乗り場から、 上り方面に発車する場合は、下り線上を横断する場合は、平面交差となっている。なお、当駅自動放送は、JR 西日本の標準メロディは、流れず、同志社が使用している接近メロディが流れる。運行管理システムは導入されていないため、詳細放送もない。改札口の LED には、昔の名残からか、上りに、京都の記載がある。 堺井が発着する霊番乗り場は番号の読みである例にかけて霊番乗り場とも呼称されている。銅線は沿線にある坂港市が水木茂漫画家の出身地であることにちなみ、ゲゲゲの鬼太郎のイラストを描いた鬼太郎列車を運行するなど、同作品の世界観を用いた旅客誘致がなされており、乗り場故障もその一環である。また、 2005年3月17日には、木彫りのネズミ男の像を設置するとともに、ネズミ男駅の通称の使用を開始した。同線では鬼太郎などが描かれた、フルラッピング列車も運行している。堺線ホームは、秘伝課である。米子駅は、山陰地方の他の主要駅、鳥取駅、倉吉駅、松江駅、出雲市駅、浜田駅など、のような、 南北両側に出入り口がある駅ではなく、駅ビルや駐車場、タクシー乗降場やバスターミナルなどの施設が、駅の北側、明治町、末広町方面に集中しており、南側、恵町方面には駅への出入り口がないため、直接的には駅を利用できない。また、駅の東側に、踏切があるが、営業列車や回送列車が、 この津山街道踏切を頻繁に通過するため、遮断機が降りている時間が長い、開かずの踏切の状態であり、南北間の歩行者の交通の妨げにもなっている。この課題を解決するべく、米子市では1995年、平成7年の米子駅周辺整備計画調査を機に、南北自由通路の設置及び駅南地区の開発を中心とする南北一体化事業を計画し、 JR 西日本与那子支社、鳥取県との間で協議が行われている。計画では、現在の駅ビルの約3分の2を取り壊し、跡地の一部に2階建ての協定駅舎を建設する。これを北口とし、その2階と福音6メートルの南北自由通路を連結。南口には、駅南広場を新たに整備し、北口同様タクシー乗降場を設け、 その他一般車両駐車場や駐輪場、バス乗降場などを整備する予定である。なお、完成は2023年度をめどとしている。南北一体化事業の一環として、2011年、平成23年3月24日の始発から、各ホームにエスカレーター、上りのみ、とエレベーターを備えた新たな立橋が完成し、使用を開始した。この立橋の完成により、 当駅に停車する列車は新立橋に合わせ停止位置をずらすようになったため、以前より東西に一箇所ずつあった立橋のうち、西側の立橋が閉鎖された。製造販売業者の米和れは、1902年、明治35年の与那年、の米子駅開業時に、駅構内での営業許可を得て、以来、一世紀以上にわたり、駅弁を売り続けている、2017年現在、 主な駅弁は、下記の通り、2017年現在。数字で知る米子市によると、2016年、平成28年度の1日平均乗車人員は3728人で、ある。各年度の1日平均乗車人員は、以下の通りである。かつて、鳥取県米子市因町331-2に、あった、JR 貨物の貨物駅で、 旅客駅の南西にあった。通称を、米子奏車場と称している。しかし、2015年3月14日、ダイヤ改正より、放機大船駅の新設コンテナホームが供用を開始したため、当駅の機能は、放機大船駅に集約された。これにより、当駅に発着する定期貨物列車は、放機大船駅に終点変更される形で全廃され、 山陰本線放棄大船駅東松江駅間の貨物取扱い自体も同年4月1日付で廃止されている。2015年3月14日、ダイヤ改正以前は西岡山駅との間に2往復、放棄大船駅との間に1往復の貨物列車が運行されていたほか、東松江オフレールステーションとの間にトラック便が設定されていた。トラック便についても、 2015年3月14日、ダイヤ改正より、放棄大戦駅への発着に変更された。また、産業廃棄物、特別産業廃棄物の取扱い許可を得ていた。コンテナホーム2面、コンテナ2 0 0 3本、その多数本の留置線群や着発線群を有する。営業窓口である、JR 貨物米子営業所を併設していたが、こちらも放棄大戦駅へと移転した。 2015年3月14日のダイヤ改正で放棄大前駅への発着に変更された後、駅の東側には段々広場があり、山陰で初めての鉄道路線を記念した記念碑やモニュメントなどがある。1997年に完成したバスターミナルで、校内は島式のバスターミナルとなっており、バスはバスターミナル北東側に侵入口が、 南西側に体質口があり、校内は時計回りで走行する。バスターミナル南西側から0から5番の角乗り場があり、0から5番乗り場北西側に0から5番乗り場と並行する形で6から8番の角乗り場があり、6から8番乗り場北西側に6から8番乗り場と並行する形で高速バス乗用のりバの9から11番乗り場がある。乗り入れる。 バス会社イオン、米子駅前店向かいにあるバス停で一部の高速バスが停車する特急列車については各列車記事を参照してほしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。